それでこの無差別曲線には4つの性質がございます。そこさっきうるさい君、そう君、喋りたいなら食堂で喋ってもらえるかな。何のために大学の授業を受けに来てるの。喋りに来たの。喋りたいなら出てって、うん、出てっていいから早く出てって。はい、皆さんもね、喋りたいなら外で喋るようにしてください。はい、続きます。で、この4つの性質には